はいどうもこんにちは、タルです。はい、今回はですね、バルケイン、ダーインスレイブ、ブラックベスパイン、ULH のレビューになります。はい、当チャンネルはエリアトラウトロットの情報や配信をしておりますので、動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、それではですね、ブラックベスパインの価格は定価53,000円となります。面積と保証ですね。はい、18,000円の1年間有効でございます。購入経緯なんですが、リビジョン A ですね。リビジョン A のもうちょっとだけ攻撃的で操作的なロッドはないかって探してた時に、ちょうど発売になったので購入させていただきました。グリップからいってみましょう。はい、コルクグリップですね。コルクグリップからのこの黒いんですけど、よく見たら、なんか、木目っぽくなってるんですよね。てか、実際木目なんですけど、はい、一応、ウッド感はありますね。で、ここがちょっとメタルと。で、この色ね、どうなんですかね。ブロンズと思えばいいのか、これは何色になるんですかね。銅かガンメタか。結構シリーズで、ね、パーソナルカラー的な感じで分けてはると思うんですけど、ブラックベスパインはこれ、ガンメタと捉えていいんですかね。で、ワインディングチェック。ワインディングチェックですね。はい、これもちょっと。ここがね、この上のコルクが結構削られ、小型化されてるんで、ワインディングチェックがでかく見えるのかな。はい、そんな感じです。はい、ダーインスレイブ 61ULH ブラックベスパインと。ULH って表記が独特なんですけど、硬さ的には L かな、細身の L って感じですね。はい。で、バットのとこなんですけど、これはアンサンドにちょっと欠けてますかね。薄いコーティングですね、これ。じゃあガイド行ってみましょう。1の2の3。4,5,6 で6番目から AT ガイドですね。これなんかちょっとホワイトウルフと似てるとこですよね。はい、7。で、8は KL ですか、これ。はい、KL ガイドですね。はい、余談なんですけども、これね、イエローウルフなんですが、下のロットね。同じガイドの名前が T2KL、 つや消し仕様なんですよね。このガイドがこの同じつや消しブラックなんですよ。かっこいいっすね。何の効果があるんやって言いますと、反射を抑えるみたいな効果があるらしいですね。光の反射ですか。まあ、なんかそういう仕様がイエローウルフと一緒なんですよね。はい、重量計測いってみましょうか。さあ、ブラックベスパインの重量はいかがなものか。はい、ということで、ブラックベスパインの総重量は 73g ってことで、大体トラウトロットって 70g で収まりますね。ブラックベスパイン曲げていきましょう。まずティップなんですけど、ここがね、唯一柔らかいところですよね。多分ね、ここのティップが柔らかいことでステルラインかなりちょうどいい感じで掛け仕様になってくれて、刺さりやすいって感じがしますね。で、ベリー入ってて、もうここでも硬いですよね。ベリーでも硬くて、ティップがこう綺麗にキュンとキュンって入りますね。キュンですもう。はい、もう一回いきます。はい、キュンです。って感じで入っていって、こんな感じですね。全然バットがね、やっぱりかなり硬いんで、 ULH たるゆえんかとっていう感じですね。なんで、そのキンキンではないので、その竿の硬さでバラすっていうのも、
少ないですね。なんかそのこの柔らかさがかなりちょうどいいんですかね、あのエステルラインを使うには。なのでなんか見切れしたかなとかいうのは一切なかったんですよね。最近ちょっとねエステルラインで使わせてもらって新たなセッティングに目覚めてるんですけど、こんな感じですね。綺麗に決まりますね。はい、書きましょう。はい、で曲がってグッと、でバットは硬い。ULH というよりは UL プラスですかね。まあもう L ですよこれ完全にね。といってもね、あの L っていうのがね存在してるんで、ブラックベスパインには。またねそっちも触れる時にインプレッションできたらなと。このブラックベスパイン、これを録画しての12月なんですが、もうすでにね入れ食いモデルっていうグリップが EVA になったバージョンも発売されてます。でその値段は、48,500円で販売されておりますので、興味持った方はいっぺんね買ってみてはどうですかね。実際のラインセッティングなんですけど、使用ルアーからいきますと、だいたい 2g、 2.2g、 2.5 投げても 2.5g から、まあ、全然 0.4g までルアーウェイト使用します。クランクはやっぱりチビパニクラとか個人的にはね好き嫌いで、小型のクランクしか投げないのと、ボトムでは使わないですね。ボトムプラグですね。使用ラインはフロロカーボン 1.5 ポンド1ポンドだったんですけど、最近ねちょっとエステルライン 0.35 を使い出してスプーニングし出してるんですよ。なんか夏場よりね冬になればなるほどこのセッティングが結構生きてきて、なんかショートバイトですよね。寒くなったらショートバイト多くなるのがセッティングとしては小針ですよね。10番フックとかでマイクロスプーンをやれる状況なら、そのエステルセッティングだとショートバイトがいきなりちゃんとかかるバイトに変わったりしたん で最近ちょっと使わせてもらってるんですよ。まあもうこのインプレッションって取り終えてたんですけど、ちょっと最近そのセッティングハマったんで、ちょっとエステルラインも使ってるよっていうのを言いたくて、まあ取り直してるんですけどね。まあそんな感じでちょっと最近エステルラインセッティングに目覚めました。使用感どんな感じかって言われると、ULE あるじゃないですか、ホワイトルーフの。あれにもうちょい遊びをなくす感じですかね。なんかいやいやこのセッティング弾くでしょうってなるんですけど、やっぱティップがね、なんかやけに柔らかい分、なんか程よくね、当たりを感じてチョンって合わせるだけでかかるっていう感じになったりするんですよ。なんでまだね弾くっていうシーンをまだ経験はしてないですね。なんでそのフロロでもいけるしエステルでもいけるロッドになってるんですね今で。もうちょっとそのナチュラルっていうんですか、合わせにちょっとだけ余裕を持たせたいって時は ULE を使ってます。なんか最近のね流行としては細くてシャキッとしてるロッドやとは思うんですよね。ちょっとキンキンというかでも曲がるっていうようなロッドが結構流行やと思うんですけど、このブラックベスファインはもう全然その流行を抑えたようなロッドになってるんですよね。もちろんねその流行を狙って作ってるわけではないと思うんですけど、かなりね戦闘力が高いというか、このロッドの前身がフォレストさんのシュラかな、なんかそのシリーズだったと思うんですけど、全然ねテイストもそっからなんかシャキッとしたロッドに変わってるんですよね。なのでそうですね、結構マイクロスプーンとかやっていく方にはかなりおすすめかなと思います。やっぱり中規模クラスのポンドさんとかやったらかなり重宝するロッドかなと思うんで、結構ね今まで何本かねロッド紹介させてもらったんですけど、 L クラス帯でどれがおすすめって聞かれると、僕はこのロッドをしますかね。リビジョン A とかは結構素直に曲がるタイプなんですけど、攻撃的なテイストがいいって方はほんまにブラックベスパイン行った方がいいですね。はい、ということで今回はバルケインダーインスレーブブラックベスパイン ULH のインプレッションでした。これからね、まあ、真冬になっていくんですけども、エリアトラウト盛り上がっていく時期だと思うんでね、ちょっとこの最新トレンドを抑えたロッドを購入していただいて釣り場に向かっていけたらなと思います。それではまた。